歌やびら、片やびら、てるやまさお、三線教室、天魔化奏。毎日天魔化奏、毎日毎日天魔化奏、元気だよ元気だよ、私は毎日元気だよ、私は毎日元気だよ、楽しいな楽しいな、私は毎日楽しいな、私は毎日楽しいな、幸せだ幸せだ、私は毎日幸せだ、私は毎日幸せだ、最高だ最高だ、私は毎日最高だ、私は毎日最高だ、ついてるなついてるな、私は毎日ついてるな、私は毎日ついてるな、素敵だよ素敵だよ、あなたはとっても素敵だよ、あなたはとっても素敵だよ、大好きだ大好きだ、私はあなたが大好きだ、私はあなたが大好きだ、ありがとうありがとう、毎日毎日ありがとう、毎日毎日ありがとう、はい、今日もありがとうございます、ありがとうございます、照山沙央でございます、はい、ミッチーでございます、はい、桂です、照山沙央は読谷 FM 久しぶり、何週間ぶりかな、本当ですね先生、何週間前ですかね、そうですか、うん、もう映画撮影が先月からずっと、はい、ヤンバルまで引っ張られたり誘拐されたりして、誘拐は違いますね先生、いろいろとありまして、でまた、はい、一難去ってまた一難というか、今日は、はい、たまたま空いてるからよかったけども、明日からまた新しい映画の撮影が始まるんだ、またはい、先月撮影した映画は5月、はい、6月ごろ上映されると全国、あそうですか、うん、で、はい、また明日から撮影する映画は、はい、いつ上映するか分からんけれども、はい、今回はまともな役というのかな、まあ前回もまともな役といえばまともな役だけども、はい、どうも映画自体が子供みたいなもんでクラスター、はい、と言うと変身したりしてね、私はその変身した怪獣にさらわれたりするんだ、そういう誘拐だったんですね、うん、そう怪獣が出てきたんですね、怪獣が出てきて怪獣に誘拐されてね、ヘドの大石林山まで、引っ張られていったんだよ、怖い、うん、そこで神明の阿弥に入れられてね、神明くた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 知られるとこ怪獣に食べられるところを、はい、明菜が、変身して、助けに来るんだ、そんなそんな映画なんですね、そんな映画、だからまあ子供のも大人も楽しい映画だと思うけど、今回は沖縄市の映画でね、小蛇の映画で、大和から、はい、取材に来た、うん、編集者の雑誌社の女の子が、はいはい、沖縄に来ていろんなハプニングを起こして、帰りのチケットも財布もみんな川に落として、うん、泣いてるところを、うん、タクシーの運転手である私が助けてあげる役だ、タクシーの運転手なんですね、えタクシーの運転手役、そう具志堅というタクシーの運転手だ、うん、それではこ私の性格が出るというか、うん、私の性格はどんな性格だと思う、性格ですか、明るい、うん、
そう、まず明るさ第一だよね、はい、明るいのはもう自他ともに認める、はい、自分はもうずっと30代からずっと、はい、あのサインには一ん赤赤と笑い福井というようなのを書いてきたから、明るく笑い福井、うん、まず面白くなくても明るく笑ってれば、はい、あ楽しくなるんだ。そうですね、うん、笑えよ、はい、いつも笑顔忘れるな、うん、そうすれば夫婦喧嘩も忘れてすごく楽しくなるんだ。夫婦喧嘩で思い出しましたけど先生、はい、山人がいません今日はね。え、山人いませんね。あれは夫婦喧嘩じゃない、そうですよ、あれは三振引かないで風邪引くから、あ、ね、取れなくなる。引くんだったらそうですよね、三振引いたらいいのに、うん、風邪引くの一番良くない。あ、引いて面白いのは三振だ。あ、うん、いいですね。で徳がついてたら当たるのが宝くじだ。宝くじ、うん、徳がついてたら、宝くじも徳がついてたら引いたら当たるんだよ。お、うん、そっか。だけど私なんかは絶対当たらない。なんでですか？いや買わないから。あ、まずそうですね、買わないと当たらないです。当たらないのが宝くじだ。そうですね、うん、確かに。で今日久しぶりだから、はい、テレヤマサオの歌特集みたいに行こうか。そうですね、うん、そうですよ。もうこっちで来るとこにしか生で歌えんから。本当にそうです、うん、じゃあ生歌うから。 生歌うというのは、はい、CD 聞くよりは変わるんだよね。うん、生の心が映るから、うんうん、生の心で歌う。楽しみですね、はい、ユンタンジャナー君に、はい、フリー。ユンタンザアバゴアミワレゴアノシュラサヨ、ビジャシバメヨルかゆいぶさのじんとな。スリーいるぞらさあばがはぐちごんしゅらさよ、迷うころごろとなさき深さじんとな。それもほよろあばがわんねくさかやがよ、わんねくさかやがよ、さかやがやてんまじゅなあしばじんとな。それさあさあ、はい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 、にじこもるあばががまくわのしゅらさこんだがんできてじんとよ、ちびがんぶっててさはるやじどもしこやまのぼてさよたもんとやあばがからじがやかじのあねじんとふちゅうがままにんちゃやるはじどじんとやるはじどよんたんざあばがさよUchi huri ti wang ya ka
ろうがな、かよろうあねじんと恋のあぶし、戻る道なかたのあぶしに、かたひさちこでどろぼってなて、あいえなちゃすがいさんゴンゴン、はいえゴンゴン、へい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 、やっとこんなもんだ、うん、気分よく歌えた。そうですか。あ、入ってくると知らなかったな、またいつの間に勉強したんだあんた。でもちょっと先生、あのもう少し練習してくるのが。いやいや、これは私は相談もなしに、はい、すぐ飛び込んでくるって私の方がびっくりしたよ。いや実は、うん、あの先生ほら関西大阪とかでライブやったんですよね。そうそうそう、で桂さんがやってるかなと思って、うん、まさかこういう事態になるとはちょっと思ってなかった。これね、あのタイミングが問題でね。そうですね、そのタイミングはあんた掴んでるんで。でもちょっと練習します。もうちょっとでしたね。練習したからできてるんで。いやいや、普通できない、これ難しいんだよね。私まだできてないですよね。 そうなんですか。あっちこっちから入るところは箇所が決まってるからよはい、はい、うん、ちょっと遅れると入れないんだ。でもちょっとまた早く入ってもいけないしね、うんうん、このタイミングというのは、だから、入ってきたら入ってきたでその弾き方があるし、入らなかったら入らない弾き方があるし。あ、先生ありがとうございます。林が歌に合わせんじゃなくて先生が合わせてくれちゃったみたいな。あのね、縄跳びと一緒、縄跳び。あ、はいはい、あのこうして縄子供の時やるでしょ、はい、あのだ歌もあったでしょ、縄跳びに入る時の、はいはい、うん、かごめかごめでしたっけ。このタイミングよく入って、ね、はい、入って、うん、飛んで出るみたいなやつ。なぜ私がその縄跳びの遊びしてるかって、私はこっちに中学校の頃までは、はい、女の子とばっかりしか遊ばなかったんだよな。そうです。だから私の遊びは男の遊びより女の子の遊びをよくしてるの。縄跳びとかね、ゴム跳びとか。ああ、ゴム跳び、そうですね、女の子の遊びです。そうでしょ。それからカーラウトセとか石投ぐとかね、はいはい、うん、みんな女の遊び。あ、うん、男の遊びといえば月鳥とかさ、あれはあの竹馬とか、はい、うん、コールママーシェとか、コールママ、タコ揚げとか、コマ回しですか、コールママーシェ、コマ回し、うん、それなんかみんな男の子の遊びだったけど、こういうのはあんまり下手くそでね、女の子とばっかり遊んだ。なぜかってうちの部落は小さくてね、はい、同級生男は私一人で。あ、そうなんですか。同級生が一人もいないという。これも日本各地で歩き回っても同級生が一人、自分一人というのはめったにないでしょうね、村に。そうですね、うん、読谷さんの私のあざでは同級生は私一人で、ね、じゃあモテモテですね、女の子の中に男の子。やっとよりモテるというより仕方ないから、仕方ないから、うん、友達は女ばかりしかいないから。あ、うん、そっかそっか、うん、それでまあそれが良かったかもしらんな。うん、あの結構この女に恵まれてる人生っていうのが今日もそうでしょ。そうですね、今日もでしょ。私一人で可愛いあんたたち二人を両方にはべらして、はいはい、こうして遊べるなんて、はい、こんな幸せなじじいいないと思うよ、はい、両手に花って言っていいでしょうか。まあ花どころじゃないな、これは。あら、うん、もう女神様だなあんたたちは。私から言えば、うん、私は両方の女神様に囲まれて、あ、一応倒れてももう安心だって思って今日は楽しんでるんだ。そんな先生、どこのこの白髪のねじじいが、若い子と一緒にこのラジオをやるっていうのは、まず私にはお金はないけど、うん、健康があるから。あ、でも健康第一ですよね。そうですね、健康がないと何もできませんものね、うん、歌もまず健康でないと歌えないんだ。そうですね、歌、声を出すって結構体使いますもんね。そうそうそう、あの、うん、体使う、例えば大工仕事とか、あるいはあの畑なんか片付けるとか、なんか肉体的にやることはね、はい、ちょっと頭が痛くても、はい、うん、気分悪いけどなと思っても体を動かせば、はい、足を出すことによって治るということもあるんだよね。そうですね、でもこの歌だけはね気分だからね。そうですね、もう健康を害して気分がいい人いないから。じゃあ先生、はい、CM 明けにまたたっぷり先生の歌を、ね、久しぶりに女神様と。あ、いいな、嬉しいな、楽しいな。
歌やびら、片やびら、照屋正雄三線教室をお送りしております。はい、じゃあ先生またたっぷり歌を、歌のカジカジ、話のカジカジ、ユンタクのカジカジ、カツラ、はい、テーマはいつも本調子でやってるから、あんたトヌマのしてたでしょ指をだから三先の時はね、そういう時はいつも七の音、はい、小指のところだけやればいいんだよ、はい、そうすればうん、あんた中指と人差しがトヌマのしていたから、先生さっき そう天魔化そういつもそのコツをまだしてない、本調子と本調子と三先の違いは、はい、ただ本調子は三先よりも一音上がってるだけなんだ、うんうん、なるほど、そのコツを分かれば一音だけ上げてやればいいということだから、はい、うん、でこれ今は本調子だから、あんたがついてきやすくなるでしょう、はい、うん、最初は三先、からスタートして、ごめんね、大丈夫ですよ、うん、今日は先生のコーナーです、これはもうあの今日のテーマは何でやろうというのはアナウンサーの決めることでね、うんあら、うん、今日はそれでミッチーの責任だ、うん、三先から始まったのはで、はい、それを思いをありがとうございます、私には、はい、あの話したけど桂に話してないから、桂がテーマソングでトゥルマのしていた、うん、指がそんなことないんですよ、私がサンサゲ、うん、あの聞いてたんですけど、サンサゲで弾けなかっただけあそうだよね、でもそれはあの研究不足だ、研究不足あのみんなサンサゲでもできるし、みんな本調子でもできるんだよ、ただ一音上げるか下げるかの違いでね、んなんか頭で分かってても手がついていかないんですよ、ね、それ音感の問題、あ、はい、慣れてないわけ慣れてない、うん、はい、だから音感は、うん、あの弦一本でさ、はい、何でも弾けるぐらいに、あ、うん、これは弦が3本あるから、うん、三線というんだけれども、はい、うん、3つの線と書いてね、はい、うん、でもあの 一弦に一音階あるから、そうですね、うん、本当はそうよくだから曲弾きでステージで、うん、ウージルまず最初ピン抜いて、はい、中汁と、はい、ああ、はい、見汁だけで見たことがあります、三崎町のもの弾けるんだから、はい、うん、それコツを分かれば誰がでも できることなんだけど、うん、慣れてない人たちはできないから珍しがるんだ、そうですよ、びっくりしますよ、うん、でもこれは3本ある時から稽古すればできるんだよ、3本あるけど1弦は当てにしないで、うんうんうん、2弦と3弦だけでやる、うんうんうん、そして次は3弦を取って中汁だけでやる、うん、この練習を日頃からやってれば誰でもできることなんだよ、うん、そっか、必ずからくい取るということをやらなくていいんだよ、あ、そこまではね、からくいを取るとまた面倒くさいからねつけるのに、そうですよね、うん、大変なことになりますね、そうそうそう、わかりました、うん、だからこういう勉強になりました、遊びは日頃からやってれば、遊びでね、そうですね、遊びで三振と遊んで慣れて、うん、音に慣れて、じゃあ次は何やる、はい、トゥルルンテン行きましょう先生、トゥルルンテン、はい、あ、これはまた私のデビュー曲だからね、ああ、もう37、8頃、そんな前になるんですか、デビュー曲ですか先生、そう、37、ずっとそれから歌い続けてるから毎日というぐらい、うん、もう本当に飽き飽きするぐらい歌ってるけど、うん、でも飽きないんだよ、いつ歌ってもこれ歌おうと明るく楽しくなるんだよ、そうなんですよね、うん、だからぜひぜひ今日はうん、生歌で、さあそれでは、はい、トゥルルンテン、はい、行くぞ、はい、はい、祭りだ祭りだみんなの祭り、歌やうるいし羽ねきどんどん、はい、トゥルンテンテントゥルルンテン、トゥルルンテンテントゥルルンテン、みなみなスルティオ、トゥルルンテンテントゥルルンテン、トゥルルンテンテントゥルルンテン、プルッハイヤーハイヤーハッ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 ハハ、三線과야トゥルルンテンテン、テクやボンボンボン、アンゴタがウドイや、ガマク과야ウチフイフイ、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、アンゴタがウドイやよ、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、プルヤサさハイヤハ。あれ、はあ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 、
父ちゃんも母ちゃんもみんなで踊ろう。じいちゃんばあちゃん元気に踊ろう。はい。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。輪になって踊りましょう。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。祭りやいちいちまりん、あんごたがうどいやゆのあきるまり。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。いちいちまりんよ。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。みよささはいよ。はははは。ほら。はは。トゥルルンテンテン、みんなで歌う。トゥルルンテンテン、歌えば心も踊る。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。みーなみーなするてよ。トゥルルンテンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンテン、トゥルルンテン。みーよささはいよ。はははは。あれ。はは。どうだ、いや元気出たでしょ。元気が出ました、うん、これ歌おうとね、私もいつも元気出るから、うん、元気づけに、うん、景気づけに、景気づけに、うん、いつもこれ歌おう。そうですね、あ、いいかもしれない。これうちの最近ね、はい、生まれたての孫がね、ええ、もうこれで、人生に生まれ出たというぐらいに、はい、もう今我が家の、はい、うん、この幸せの女神様みたいになってるけどね、はい、もう生まれて1年何ヶ月ぐらいかな今。あ、そうですか、うん、まだ言葉も話せないのにさ、うんうん、あのすぐこの三線に指さして、はい、ああ私の顔を見るとそこも三振に引きなさい、引いて引いてって、うん、で私が引くとね、もう誰がも教えもしないよ、うん、見たこともないはずだのに、うん、この生まれたての赤ん坊が、はい、もうこのリナというんだけども、はい、首までこうしてかしげたりしながら手もどこに振るかわからんでしょ、うん、手もこうしてなんか振りそうで、はい、いや振りたい気持ちはわかるけど、はい、まだそこまで稽古してないから、はい、この手をどこに振るかわからないから、こうして曲げちゃってからにこの笑顔でこのすごい、あの頭を曲げてさ、で腰も振りながらこうして、あの左足クシェなんだな、これ動かすのは左足、左足でリズム取ってるんだよ。この子がこれがね不思議でね、人間というのはやっぱり、ね、生まれながらにこの感覚持ってる人と持ってない人がいるんだなということが分かる、うんうんうん、なぜならこれの上の長男坊は、はい、そんなことしないから、三線聞いても。あ、そうですか、うん、このリーナちゃんだけが生まれた時から、だからあの孫たち今、はい、みんなのものになってるけどね、はい、リオとか、ケイタとか、はい、アイとか、はい、この前に生まれた孫たちが大きくなってから、はい、もう自分たちのもんだということで、はい、まるで人形みたいに、みんなで顔を描いてるんだけどそうですね、もう私にはまだ抱っこさせないんだ。そうなんですか、うん、そうなんですか。ジージーはあの外から帰ってくても手も洗わんし、うがいもしないから、ジージーバイキンだらけだから、ジージーのところ行かないで行かないで言うけど、私はほらあの小さい時はそうだけど、歩くようになってから、はい、もうみんながジージーのところ行かないでと言っても、はい、私のところに来るんだよ。あ、そうですよね、もう走ってくるんだよ、歩くのが上手になってから。この間歩き出したばっかりなのにさ、もう走って私のところ来て、すぐこの三振に指さして、引いて引いてって言うから、私が引いたらもとっても喜ぶわけよ。で、それ見たことかと、私は三振のおかげで孫を手に入れたというか、うん、でこの間あの1ヶ月ぐらいやんばる、はい、島中座ってる時に、ね、私がいないでしょで、いつも座ってるところいないもんだから、はい、ジージーがいない、ジージーがいないって指さしているみたいで、いいで、バーバーが、ジージーなくてもバーバーがやるからって、バーバーが三振引いたらね、はい、この三振捕まえて、はい、
ババの踊れないっていうみたいなさ、何でもいいわけじゃないんですね。そう、上手下手があるんだよやっぱり。すごいですね。すごいな、聞き分けてるんだ、ね、だから生まれたての赤ん坊を踊らすぐらいな、はい、歌三線になれば、うん、人の心を踊らすことができるんだ。そうですね。そう、あんたの、あんたたちの心まで踊らせてみしよう。はい。でも先生、うん、時間がちょっとなんかあのそうちびちらになりそう。じゃあ厳しかったら思い出話でもいいんだよ。思い出話、うん、先生 なぜなら話と歌は同じだから、うんうん、思い出話、うん、先生ツアーの思い出話とかじゃあツアーあと 2分弱ぐらいで。そうですね、関西も行ってたから先生、うん、そうラジオもお休みしてたんですよ、ね、映画もあったし。そうなんだよね、あちこち、うん、あちこちのライブの様子も、自分一人遊び回ってごめんなさいね。いえいえいえ、でもほら、うん、全国の関西のファンのためにみんな喜んでたね。そうですね、行った価値があったね。はい、ね、うん、なんでしたっけ、大阪と京都、大阪3カ所、京都1カ所、神戸1カ所。うそう、私はどこに行ったか知らないんだよ先生。そう、なんか黙ってるからおかしいなと思ったんです。え、わからないんだよどこに連れられたか。あ、もうじゃあ誘拐ばっかりされてるから誘拐そんなことない今度は桂たちに連れて行かれたから、はい、私よりもあっちの方が、うん、思い出話は分かるよ、うん、そうですね、もう私は楽しいことばっかりしか分からないけどね、うん、なんか見たかったですね。宮里先生たちに連れて行かれて、はい、なんだって横丁だった、あ、じゃんじゃん横丁ね、大阪の、あっちで食べた大阪で何とかかんとか、なんだっ串カツ大阪名物なんです。あれは何とか名前だって聞いたことない。あと土手焼きもうど土手焼きというのね、名前聞いたらなんか美味しそうじゃないなと思ったけど食べたらもう最高だね。そうですね、私も食べたことないです、うん、でしょ、うん、土手焼きってからね、こっちに、まあ、おでんみたいにいろんなタレが、古いタレがあるんでしょうね、そこにずっと焼いてるんで、うん、美味しそう。でそれがね、もうなんと言ったらいいかな、あ、ぐすみち、ぐすみち、うん、うちなぐちでぐすみちって言うんだよ。ぐすみちはとろとろになるまで炊かんと美味しくないんだよ。あ、うん、じゃあなんか硬いから食べ物の話をしてるうちに CM に入るので、またお腹空いてきちゃいました。 CM 明けにお願いします。そうしましょう。ありがとう。それはみんな混ざってるけどね、うん、要するに中身というのはいろんなのがあって、その中のぐすみちが最高なんだ、うんうんうん、でもまあ そうかもしれない、同じかもしれない、うんうんうん、ちょっと断食してるんですよ。誰は？私。え？あんた？今急にお腹空いてきた。今やっぱ食べ物の話言ってたから。あんた？断食？なんダイエット？ダイエットじゃないです。リセット。え？あ、もう、ま、ダイエットもあるけど、沖縄来て全然そういうことやってなかったのと、食べ過ぎてるから、うん、沖縄食べ物多すぎるから。そうそうそう。たまにはそれやった方がいい。うん、そしたらなんかね、ものすごい匂いがやっぱり敏感に。うん。うん、今日すごい。でもその代わりやっぱくんちが、うん、はい、歌やびら片やびら照屋正夫三線教室をお送りしております。まあ、この三線教室だから、はい、三線ばっかりかといったら差にあらず、うん、三線は三線とは、はい、祖先伴奏楽器だ、はい、そうですね、うん、で何の伴奏する、歌の伴奏だな、分かったように、はい、で歌とは何かというのは、はい、おしゃべりに、はい、リズムと旋律、うん、
リズム旋律を与えたのが歌なんだよ、ね、だから歌は何から来てるかっていうと語りから来てるんだよ、うんうん、語り要するにトーク、トークだから今何でもないように話してる我々のユンタクヒンタクも、はい、うん、リズムとハーモニーとか、はい、あーその音楽的3要素に、うん、入れたら歌になるわけ、うんうん、それとね最近なんというかアメリカの音楽ということで、はい、サランラップと言ったか、うん、ラップですね、ップですね、私はすぐサランラップ思い出すんだけど、ラップというとね、そういう音楽もあるかなと思って、あ、だからこの間聞いたら何さにあらずヌーと、ユンタクヒンタク、ユンタクヒンタク、うん、要するにリズムをさりながら、はい、ユンタクすればいい、ユンタクすればいい、うん、朝や朝から終わったあちねえもうさいこさいうそうどうしちこちそうこちさかべつたんねひらもうあちみいつなちもぬうがぬうやるもあれがそうあれびっくりしてるね、あれがこんななってあごめんなさい、いやいやでもすごいこの テーブルでもラップですね、太鼓がないからうちのラップですね、まさにあだからラップなんて何かなと思ったらユンタクヒンタクなんで、ユンタクヒンタクってかっこいいですね、ラップよりユンタクヒンタク、そうこれをユンうちなぐちでユンタクをかじかヒンタクがわからんばよ、あそうですね、うんうん、ヒンタクだけだとなんだ、えヒンタクだけでは使わないですか、ヒンタクとは言わんもん、ヒンタクだった、うんうん、ヒンタクだったら誰もわからんわな、ユンタクがあるからそれにお供の言葉がついてヒンタクが、うん、でうちなんちょむる言葉二つくっつけてる、案内館内案内館内、うん、案内しゃ分からんせが館内しゃちゃないからね、ああしたりこうしたりっていうでしょ大和口でも、はいはい、うん、そういうね言葉っていうの面白いから、そうなんですね、それにリズムつけて、旋律つけたら余計面白い、はい、うん、それが歌なんだよ、そうですね、うん、そうですね、だから、うん、歌はまた口で言えないこともう、うん、歌に乗せたら歌いやすいというか伝えやすいというか、うん、例えばあの初恋の時代にね、私あなたが好きなんです結婚してくださいなんてまともに言えないんだよな女はどうか知らんけど、あ、うん、なるほど、男は歌にするもう好きな女の子のところ来たらさ、うん、赤じらになって赤鉢になってからによ、うんうん、もう言いたいことも言えないんだよ、あら、だからそれがもどかしくて、うん、相手のお尻を蹴ったり、なんか嫌われるようなことをするんだよな、意地悪したくなって、したくなっちゃう、ね、要するにこの意地悪するというのはどういうことかというと自分のアピールなんだよ、あ俺は男だぞ、俺は強いんだぞ、うん、という要するに相手に惚れられるために好かれるためにやることが心理学を知らない子どもたちは余計嫌われることするんだよね、なんか複雑ですね、ちょっと複雑なんですよ、複雑すぎるな、うん、それはいや複雑節やるか複雑節やりますか、そうですね、複雑だから、あそうだ、それはじゃあだとちょっと女の人は伝わらないですよ ね、なんか誰かのこと話してるみたいな聞いてるかな人生複雑よ、じゃあ複雑、はい、これも返しあったけど大丈夫だろうな、大丈夫です、はい、近頃やぬがやら調子のケチがてちむんわさわさもやもやしうてんちからんむねのうちはいっぺいふくざつやいびさやなまちきてものんかまらんにんだらんひるやおもかじたいさがてよるやいみにおこされてはいっぺふくざつやいびさやこねだいさの紳士に見したごと大丈夫だよ健康やさみばっぺやあらんがやいっぺ複雑やいびさや
よまんげや変わって心のお手ちかん一のみにがくまちょらいったやの城に立ち止まってはあ、いっぺん複雑やいびさやこの地はわみの複雑ちちとらせわみの悩みんちちとらせとんじゃこないせやちゅいやさはあんせいかんたんやいびんて四択の成り行きで複雑武士が出てきたけれども、はい、こういうの本当に複雑なんだよね。要するにどこに行くかわからんというのはせっかく本調子にあげてあそうなんですよね、うん、そうだそう本調子にやるつもりだったのにそうなんですよ、うん、この話の成り行きで複雑になったもんだから歌も複雑が出てきたけども、はい、この歌を時の心境、はい、心境というのはやっぱり複雑よ。そうです、うん、頭の中では本調子なのに歌が三崎町に出てきたもんだから、はい、これはもう複雑になり得るわけだ。はい、うん、そうですね。複雑なんてぬうがやるもたこと、はい、うん、いっありんくりんまんちゃくんちゃする、うん、というのが複雑の心境なんだね、うん、まあ食べ物で言えばチャンプルーだ。チャンプルー、うん、はい、うん、おいしかったからいいですかね。あ、違う、ああ、まあおいしかったからいいけども、うん、まあチャンプルーもいいけどね、はい、これからの世の中は複雑の世の中じゃなくしてね、はい、シンプルな世の中になるという。シンプルな、うん、うーん、シンプルってどこの言葉か知らんけども、うん、あ、英語ですよね。英語ね、うん、英語、あ、日本語じゃないんだ、うん、そうですね、今はで私は、まあ、英語、日本語、日本語も英語もあんまりわからんけども、シンプルというのは私はどういう意味で、はい、うん、考えてるかというのをね、簡単はに考えるわけ、うんうん、簡単、複雑の反対さ。そうですね、うん、複雑はいろいろ入り込んでるから、あのアリンクリン歓迎やんかい、チムモードひどないね朝、うんうん、これが複雑だ、うんうん、複雑というのは大和口か。大和口です。私も日本人になってからよ、大和口も上手になってから、うちな口がやら大和口がやらみんな分からなくなってるわけ。うちな口で複雑ってあ、だから、チムモードひどないにあれば、え、チムモード、あの複雑な気持ちはチムモード、うん、チムモード、チムモードひどないにあんとありくり歓迎や歓迎やしね、先生聞き取れだから我が私がわか、あんたたちがわからない言葉は多分私は方言使ってるんだよ、はい、あ、そうですかね。いや、わからないとのが時々出るわけでしょ、あんたたちにとっては。そうですね、でもうちなぐちで勉強中ですから先生。ああ、だからあとはわかんよ。あ、そうですかね、うん、勉強しなくてもワンと付き合ってれば大和口でわからんところはうちな口しか出ないから。あ、うん、だから私は英語が出てきたり、そうです、ね、日本語が出てきたり、いろいろですよね、ユンタンジャ言葉が出てきたり、はい、いろいろ、うん、はい、自分でもわからないんだ。そうですね、うん、言葉というのは自然に出てくるから、うん、考えて話しないんだ私は、うんうん、先生もう一曲いきましょうか。何、なんか、そうです、はい、せっかくだから、ちょんちょんやる、え、ちょんちょんいきますか。はい、いきましょう。はい、じゃあいくぞ。じゃあ林の方、はい、ゆたしくおにげさびら、はい、あんね、きじむなごや、力持ちやさいゆと、いじょうじの海やから、いよとてもきてまぎやちゅくらな、ちょん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 、きじむながちょんちょん、
あんねきじむなわぬややまやがちょうばん石のすばどやすばどやがじまるぎぬいにどあんどちょん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 きじむなわがちょんちょんあんねきじむなわがゆびがちねまじゅんいかやかまでかまで父の湯や海街道やちょん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 きじむながちょんちょんあんねきじむながと海街いちねいよんわさわさわさらこがっさらこありからといみくりからといみちょん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 いよんわさわさはちちょんちょんあんねきじむなわがとたるいよわやまこぶたまんにいらぶちゃいらぶちゃかたかしみばいとるばいかばいちょんちょんちょんティアチアトランキオヤユッタイパッタイムッチャラコムッチャラコナンドルフィンドルモチャイタッパイチョン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 キジブナガチョンチョンアンネチョン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 アチョンチョンアティアチマディハチチョンチョンきじむなわがおはするばすねひやひなよかまでかまでふかうみあらわんうちゃんぎらりんどちょん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 きじむながちょんちょんあんねきじむなわとどしがないねたびかい中心ただどやただどやとたびやらわんアメリカやらわんちょ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 んきじむながちょんちょんあんねきじむながとあしぼろうちにやがてよんあきゆらどあきゆらどうすやみちゅしがへこなびすがにちょん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 きじむながちょんちょんはあちょん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 たでまくままでハチちょん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 
歌やびら、片やびら、照屋正夫三線教室をお送りしております。先生、もう最後のコーナーになってしまったのですよ。あ、そう、はい、早いですね。もう時間経つの早いな、ね、ですね。なんかあの時計緩めてどうにかできんかですよね。それ発明したらすごい大発明ですね。時間が止まって支障をきたさない。本当は時間はねないんだけどね。あ、また先生、これも人間が作ったんだよな。あ、決まりをね。要するに、太陽の周りを、うん、1回回ると1日24時間だって、ね、本当はないんだよ。うん、なるほど。でもラジオは次の番組もありますしね、うん、この世の中はね、ない世界にある世界が、なんか難しくなってきそう。あ、そう、ない世界にある世界が、もともとこの世の中はね、はい、何もないんだよ本当は。あ、ないところに、はい、このないというのは大宇宙は何もないんだよ本当は。果てしがない、果てしがない、空間にも時間にも終わりはないんだよ。そうですね、それが宇宙でしたね、うん、だけどその中にいろんな星が出てきて、はい、この星の中で時間が誕生してる。あ、まあ、難しすぎるか。難しいですね、うん、とにかくあの世の中にこの世の中あるということ。あの世の中にこの世の、うん、だから我々はあの世に帰らんといかんわけ。そうですね、あの世からこの世に生まれてまたあの世に帰っていくんだ。そうですね、うん、だから私はそろそろあの世に帰る時間がどん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 迫ってきてるのが分かるんだ、まあ、これみんな分かるよ、誰でも。でもそんなこと言ったらみんな同じですよ先生。そうですよ、私も迫る、みんな同じだから、あんたたちと私も本当はね一つなんだよ。ただ肉体があんたたちは生まれてる時に女の肉体に生まれてきたわけ、うん、うん、で私は生まれる時の男の肉体に生まれてきたわけ。そうですね、でも今度またあの世行って、はい、またこの世に帰ってくる時には、はい、次私に可愛い女の子に生まれるかもしれない。先生どっちがいいですか。どっちでもいいんだ、男でも女でも。あ、どっちでもいい。これさ、これも全て天任せだ。あ、なるほど。だからテーマソングに天任そうというのは、うんうん、みんな神様に任しましょうなんだよ、うんうんうん、だから私は天任そうというのを方言では三線弾きましょうという意味だけど、はい、人生も全て神様に任しましょうよ、そうすれば楽だよと言ってるんだよ私みんなに、うんうん、そこのところをこの歌聞いて、この歌というのにはいろいろこの意味があるんだよ。あ、そうですよね、うん、さっきやったあのチョンチョンキジムナーでも、はい、うん、これはちゃんと深い意味があるんだよ。うん、このチョンチョンキジムナーってあんたたちどう聞いてる？どう聞いてる？あ、魚を取るのが上手で、まあそういうように話これ話作ったわけね。だけどこれはね、自然保護運動の歌なんです。自然を守りましょうという歌なんですよ。あはは、知らなかったでしょう。知らなかった。私が言いたいのはそのための、うんうん、歌、要するに歌を、面白い歌をやれば、うん、あのこの歌の意味を聞く人がいるから、うん、その時に私は、うん、キジムナーというのは、うん、ああだこうだってみんな、世間では言ってるけど、うん、キジムナーというのはね、木のせいなんで、はい、木のせいですよね、うん、はい、うん、大和口で言う木のせいじゃないんだよ、木の要素のシェイロコの、はい、要素のね、はい、魂というか、はい、そう、木の魂なんだよ、うん、だからキジムナーと仲良くしましょうっていうのかは、うん、自然の大切にしましょう、うん、植物と人間は、うんうん、付き合わないと生きられないんだ。あ、そうですよね、うん、あ、だからそっか、綺麗にあの海とか我々がね吐き出す息は、うんうんうん、汚れてる、うんうん、特にテレヤマソウの息は臭いとか言われてね、なぜかって言って酒飲むと、うん、酒は腐らしたもんで綺麗な水にしてあるのが酒だから、それを飲むとまたムサゲリンいる場合よ、うん、ムサゲリンというのは大和口で何というかなムカムカするというか、あ、ムサゲリン、あ、そう、ムサゲリンね、はい、酒がね、はいはい、あのこの、うん、元に戻ったりして、だから酒飲みは酒臭い、臭いというのはそういうことなんだ、うんうんうん、だからそういう臭い息でも植物はそれで生きてるわけ、また、うんうん、であんまりあれ木もたくさん切ったりするとキジムナーが住めないわけですよね。そう、要するに木がなくなると我々の息を増加してくれるのが少なくなるということでしょ、うんうん、だからこの空気が汚れると我々は不健康になる。そっか、植物が空気をきれいにするから、我々はそのきれいな空気を吸ってるから健康で生きられるんだよ。だから特に町方の人と、うん、やんばるの人たちとどっちが
長命者が多いか健康な人が多いかとやんばるが多いんです。そうですよね。なぜならやんばるは大自然が多いから、うん、きれいな空気を吸ってるわけよ。うん、わたくじゃ、はい、秋ジャビオなダンプカーから、そうですね、この大型バスからブルルルってもろは特に私の住んでるところは高原近くでしょ、うん、おのひらがわぬぶいんでやなかい、はいはい、バスとかダンプカーや多いです、ね、思い切りブルルルルってもう後ろから黒い煙出すんだ、うん、これは排気ガスだ、うん、でこれをもう、そうですね、そこで宝で深呼吸するでしょ、はい、もう鼻の穴まで真っ黒になるよ鼻の穴も真っ黒になるということ、それを吸い込んでる肺も真っ黒になってるでしょ。本当ですよ。だから私の肺はもう汚れ切ってる、うん、でもじゃあキジムナ歌ってね、勝田さん、うん、これからは自然保護も考えながら思いを込めて綺麗、はい、な心で、そうですね、キジムナ歌ったんだ、歌ったので、あちゃからや、あちゃからやって、うん、今日はちょっとそれを聞きながらお別れになるかもしれませんけど、先生いきます、はい、あちゃからやをじゃあ、本当かね、焼くと中の一日や、タバコンスパスパフチとバチ、あちゃにないね、またあちゃや、はあちゃからや、あちゃからや、パチンコジェット絶対やりません。本当かね。やこと中の一日や。パチンコじゃらじゃら面白も。あちゃにないね。あまたあちゃや。はあ。あちゃからや。あちゃからや。浮気は絶対。やりません。本当かね、やこと中やはにのばち、ありとんくりとんけあしで、あちゃいないね、またあちゃや、はあ、あちゃからやをお送りしました。あと少し時間が残っております。1分弱、先生、うん、お別れの挨拶先生、ね、また来週もよろしくお願いいたしますと。そうですね、はい、うん、そうなんですけど、当分はまたあと3ヶ月は契約したでしょ。あ、そうですね、あの番組に続いて、うん、はい、あのやりますので、またあと3ヶ月は大丈夫です、はい、そうです、死なない限り死なない限り、うん、なので今日はね、久しぶり先生も来ていただいたので、またこれから先生スケジュールはちょっと、そうですね、今週1週間先生忙しそうだけど、まあみんな天馬かそうだ、これは、そうですね、はい、とにかく私が生きていれば大丈夫だから、はい、というわけで照山さお三線教室、今日も一日聞いていただいてありがとうございました。また来週ゆたしくうにげさびら、まだちょっとありますね。See you again! ありがとうございました。